りょうさんの本の付箋見たとき、魂すげえなと思う。ああ、人の本見るときにね。後で見返すときにさ、全部見返そうと思うとさ、しんどいから、付箋貼っとくと、この本のこの箇所が面白かったなとか、よかったなっていうこところだから、あの、楽じゃんみたいな。<laughs> でもまあ、それが魂に感じてもらえるならいいけどね。それで言うとね、僕ツイッターで、なんか、後々見返したいなみたいなことを、ね、自分に DM するようにしてるんですけど、 それ間違えて坂井宏樹さんに DM しちゃったときありましたけどね。そう、リーダーとはみたいな。で、日本代表、ちょうど負けた後だったから、なんかこう <laughs>、なんかそういう、暗にメッセージを送ってるみたいに思われそうで嫌だったけどで。違うんですっていうメッセージ、すごくて、送ったけどね。この森本さんのこれとか好きですね。意識はその瞬間に変わる。行動は染みついた経神経、回路と筋肉。だから、すぐ変われないことをあらかじめ覚悟して変わる。 僕、あの、ランニングマシン買ったんですよ。あの、起きてすぐランニングできるように。でも、買って2、3日やったんだけど、その後1ヶ月ぐらいやんなくて、でも最近またやりだして、みたいな。そう。でもこれはもう自分の中に、多分、ずっとはできないな、みたいな。一回やんない時期来るけど、もう一回やるな、みたいな。筋トレもそうだから。<laughs> だからこういうふうになんかこう、実用的だったり、なんか気づいたら忘れちゃってそうなことっていうのは自分に送ることしてますね。 佐藤勝明さんって人のもし頭を使わない作業に忙しいなら危機感を持つようにしている。将来的に自動化されて消える仕事をしていることになる。えー、思考や想像に多くの時間を避けるように時間配分を見直す。仕事した気分になる仕事は達成感あるけど、見直してみると未来にも成果にもつながってないことが多い。そう意図的に暇作ることによってクリエイティブになれるということですね。こういうのをね、普通にリツイートするだけだとさ、自分のリツイートってタイムライン振り返って見ないじゃん、別に。そう、だから、なんかこう、今フォロワーさんに見せたいとか、 生配信でこのことしゃべろみたいなのはリツイートするんだけど本当に自分に必要な言葉とかは後で自分が見返せるように自分用 DM で送るっていうのはちょっとおすすめかもしれないです。